どうもこんにちは、きょうもんでーす。はい、明けましておめでとうございます。今回の動画が、まあね、2024年1月2日になります。ということで今回の動画はね、まあね、なんかね、届いたんですよ。なんかアマゾンから。ね、なんか届いたんで、ちょっとね、何かわからないんですけど、注文しすぎて。ちょっと開けていきたいと思います。多分ね、何かのラジコンのオプションだと思うんですけど、早速開けていきます。こう、こうやってやってね。よくあるパターンの袋ですね。いきまーす。なんだったっけな。あー、オプションパーツですね、これ。これですね。タミヤアドバイスさんでもやってましたけど、これ買ったらこれもいるんですよ。これね。ユニバーサルシャフト用ギアボックスジョイントになります。これですね。これが900円になります。そしてこれが2400円。まあまあ高いんですよね。けどアマゾンで買った時の値段は、1400円。うん、1500円ぐらいで買いました。まあまあお得で買いましたね。送料も無料で買えたんで。ということで、今回この2つが届いたっていうだけの動画ですね。これあの TG02 シャーシっていう、これですね。このシャーシ。このシャーシ専用の、専用じゃないな。DF02 って書いてあるんですよ、これ。これですね。これ。この DF02 って書いてある、これ。これにも付けれます。まあね、僕はね、この TG02 シャーシをね、ちょっとこの頃、押し気味なんで、これをね、ちょっと、これにつけていきたいと思います。まあね、またつける動画はね、また次の動画で撮りたいと思います。それでは、バイバイ。